いやー、まさかね、まさかちょっとこのような事態になるとは想定しておらず。やばいね。ちょっと調子乗ったね。いやー、これはちょっと失礼しちゃったね。申し訳ない。今いつですか？もうね、1時過ぎた。なんかね、不死鳥杖混じりでさ、ね、不死鳥杖混合チャートで、すんなりとさ、ビビって言ったから、まあ、じゃあ、そりゃ闇杖4本なら、そりゃ余裕でしょ、というふうに、内心俺は思った。正直そう思った。けど、装備が一つ違うと、ね、全然違う。あの、正直ね、まあ、あともう、もうちょっとですよ、本当に。次、ね、この1ゲージ抜いた後の対応を変えれば、まあ、多分倒せる。だからやっぱね、マゲカルタが強いんですよこいつ。で、今日ね、あの一日中あの俺寝てたんで、寝てたからまだ眠くない、正直。本当はね、そういうのいけないんだけどね。もうここまではさ、もう完全に規定路線で固まってるわけじゃないですか。ね。いや、ほら、多分さ、これは、漆黒ドルモア3積みとかさ、そういう人がやると多分この覚醒の調整だとあれだから、多分これも単純に耐性上げてさ、覚醒で耐性持った方が多分超ね、漆黒ドルモア3積みだったら多分もうこの3発目ぐらいで多分行くと思うんですよ。あるいはもう2発撃った段階で悪の化身撃っちゃうから、それで多分そのセラフィム使えば、セラフィン発動すれば、うん、いや無理。なんか太郎さんが安定してさ、赤いところに入ってくれてるよね。あー、もういい感じじゃん、ほら超いい感じじゃん。で、ほらガードして、天部が来るぐらいで、
まあ、待った方が良かったか。そう、あの魔界神が効いてれば耐えてくれるんだけど、あーちょっと遅いんだよな。まあ一応これまだ勝ち筋はある。おが回復次第。お、耐えた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 。これはアーソンが回復最低入ってたね。うん、そう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 。だからこれはね、確定回心じゃないから、やっとだね。やっとだ。いやー、やっとだ。やっと来たね。まあ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 。まあいいでしょう。とりあえず。おめでとうございます。なんだろうな、もうちょっと。とうまくやればさ、ワンキルはいけそうだけど、これ盾を変えたら、盾を変えたらさ、もっと良くなるね。ってことは、これはもうメタキン盾はいらない。おめでとう。メタキン盾はいらないってことになるね。